おはようございます。Dude, that father is dead. 写真塾最後の朝となりました。時刻は5時です。今日はカヌーに乗りますのでね、早起きです。小鳥さん、ようやく晴れた朝を迎えましたね。この公園にはカヌーポートがついています。北海道最終日。僕たちをガイドしてくれるのはヒゲモジ屋の健太さん。どうしたんですか。武将ヒゲが伸びすぎてますけど。まずはライフジャケット着用。さあ今日乗るカヌーはこちら。初めて乗りますねカヌー。カルガモがいる。カルガモたちが寄ってきた。おはよう。おはようございます。担当します。センサイと申します。よろしくお願いします。今日はですね、カヌーの使うんですけど、すごいくるくる回りやすいんですけど、これをいかにくるくる回らないように。はい、じゃあ、まずですね、こういう方なんですけど、基本的に、後ろに乗ってくる。小鳥さんはじゃあ後ろですね。前だけ、誰だっけ、青いか。よし、じゃあ青いよ。あ、頑張ってよ。頼むぞ。やだー。イエーイ。イエーイ、最高、かっこいい。おー、突っ込んできたぞ、トラッパスケロー。青うまいじゃん。小鳥が舵を取るんだよ。イエーイ、なんと朝のこの場所に帰ってきました。いやあ、あっという間だったね。楽しかった。エリケートウェイツアーズ先生ケンタ、ありがとうございました。またねー。じゃあねー。バーバーバーイ。最後の最後にいいアクティビティ、カヌー、ここサーモンパーク千歳に着きました。ここは最近、車中泊宴会問題で話題になっている道の駅だそうです。さあ今日続いての遊びは鮭のふるさと千歳水族館。ここ後ろにある千歳川は鮭が帰ってくる川です。それを川の中から見れる日本で唯一の水族館ですね。見えるかな。今日はぴったりハマっとるやないかい。ギュッて出してね。チンアナゴ？なんか違うの。いるいる。めっちゃチン。チンだチン。あ、チン。うわー、こいつ何これ、すごい。うわー、来た。サメだ。でかいサメだ。なんで目が赤いの君は。他のみんなもだよ。
でん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 、すごーい、掃除中すごーい。もっと大きく手を振ったら、こうやるんだよ、こう。ほら、でかいの来た。ほら見て。うわ、みんな来た。ほら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 。うわー、いっぱい集まってきた、いっぱい集まってきた、いっぱい集まってきた。一匹見つけた。ドクターフィッシュ、気持ち悪い。千歳川ロードです。千歳川にはこういう魚が住んでるね。うおー、すげー。こうやったらね、なんか来た。ほんと？お母さん、どうだい、来て。なんだ、爪は。うわ、お前不細工だね、顔。君も不細工だね。俺たちの天敵、えい、えい、えらいこっちゃ。小鳥が恋使いになってる。さあ、サーモンパーク千歳水族館、鮭ほとんどいなくていまいちでした。海へ向かいましょう。フィールドパーク集ま。干物だこれ。エイリアンが売ってる。本当だ、エイリアンみたい。食べれないんかい。今これ、ちょっと声が変わってます。あ、わかりました。サラダとハムサラダとチキンに入ってます。ありがとうございます。うまいね。冷めてもうまい。冷めた。あ、やった。ハマツマの駅だー。ハマツマ駅ー。すごーい。うわー、止まってる電車。さて、来ました。着いたぞー。ついに北海道の海入るぞー。やったー、超でっかいビーチ。太平洋、よよよよよー。あ、こっちがいいな。浜厚間のビーチ到着。やっほー、すごい波になってる。すぐ入ります。胸オフが決まってて、胸肩ですかね、チューブ巻いてるんじゃないこれ。あそこ難しいな。今日はお弁当を食べております。この方がラッキーだよ。こんなずるいの、くしゃみでかい。やっと北海道入れる。それでは私、20年通ってます北海道で初のサーフィン。今日は浜厚間ビーチ。これね、結構ゲットハード。頑張ります。行ってきます。父ちゃん頑張れ。準備運動から。いやー、最高の夏空。昨日の釧路が嘘のようですな、これ。これで全部、今日までのフラストレーション解消。いい波乗れたし、チューブ入れたし。やっほ。いやー、楽しかったね、北海道の海。めっちゃあったけえし。楽しかったよね。そうか、そうか。おい、もう一回聞くぞ。
北海道の海楽しかったよね。いやありがとう北海道の海、超楽しかった。北海道の海楽しかったね。イエイエイエイ。それでは苫小牧のフェリー乗り場に向かって、北海道ラスト楽しむぞ。おー、ウィーゴー、サフタン浜松間、また来るよ。楽しかったね小鳥さん。フェリー埠頭に向かいます。僕たちの旅もついに北海道最後になってまいりました。この苫小牧のフェリーターミナルはいつ来ても寂しい気持ちで来ちゃうね。なぜなら北海道にさよならをするときに来る港だからです。見てバイカーがこんなにいる。すごい北海道バイカーだらけ。ほら本当？苫小牧フェリーターミナル。さあ、エースケ、このフェリーに乗ります。この旅も終わりを迎えようとしています。ついに船に乗り込むぞ。船に乗り込め。乗船完了。さて、エースケ、約2400キロ。お疲れ様でした。船でゆっくり休んでください。バイバイ、北海道。はい、お願いします。はい、美味しいですね。はい、ありがとうございます。はい。母ちゃん下かな？父ちゃん上でいいのかな？父ちゃんここ、え、ここ。あ、父ちゃんここ？下？母ちゃんの下。あ、お母ちゃんと一緒に寝たい。なんでだよ、お前一人部屋用意したんだから、お前も一人で寝ろよ。はい。すごくいいね、小鳥。うん。わ、やったー、いっぱい席ある。リリ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 。いただきます。あ、皆さんお揃いで角煮定食を選びましたが、めちゃめちゃ美味しくなったね。前に比べて料理が抜群に美味しくなった。コンフォートルーム、なんと各スペースにテレビ、コンセント付き。俺これすごいことに気づきました。フェリーのベッドって車中泊と全然変わんねえ。天井の高さとか。結局俺はずっとこの窮屈な空間で寝泊まりをして旅をしています。悪くない。また雨降ってんの？早朝のフェリーです。朝5時です。我々は一体どこにいるのでしょうか。東北、岩手あたりかな。おはようございます皆さん。今ね、岩手県かな。おいこら、何仲良くやってるんだい。何やっとるんじゃい。何もやっていません。嘘をつくんじゃない。仲良し。外へ行ってみましょう。暑い、やばい。わあ、暑い、夏だ。北海道が嘘のようです。めちゃくちゃ暑い。デッキの上、マジでしょうかこれ。バルーンアートのお兄さんに並んでいます。何をお願いしたの？ドッサーユニア。
ナイス。やったね。いや、やったじゃん。かっこいいのもらったね。これはまさか、小鳥さん。大森ゆうきさん、北海道のあの寒さは何だったんだろう。なんでこんなに暑いんだ。今はですね、まあ、福島沖ですね。大洗港、大洗港到着。大洗漁港着岸しました。そして久々に帰ってきた本州。めっちゃ久々の茨城。かわいそうだったな。はい、その一個後ろに灰色のね、ついに戻ってきたぞ。小鳥は2週間ぶり、本州上陸。サンキューサンフラワー、いい旅だった新車。茨城県海の子ビーチ、そして吉木のおじさんと合流。偶然さあ、偶然吉木のおじさんと合流です。イエーイ。正面も切れ目あるね、ちょっと。イエーイ、バンライフ。まさか20年越しの大洗ビーチでの再会です。まさかここで再会するとは。空見てり、空きじーてりー。いい顔して、いい顔。キリッキリッシュ。おーいやす、男前。旅の最後の最後に、サーフィン友達、吉木流ゆファミリーと、まさかの再会という、メモリアルなラストで終わりました。やっほー。イエーイ、奇跡の再会でした。イエーイ。トラキチンとバイバイして、またありがとう。イエーイ、エリキ遊びに行く。やりたいやりたい。ヤッホー。イエーイ、最高最高。お姉さんから、あ、まずはおばちゃん好き、おばちゃん好き。よし、最高。トラックスのやつ、ヤッホー。バーイ。イエーイ、ピースメン。オーライ。さて、帰ろうか。俺たちの旅はまだ終わってないよ、母ちゃん。家に帰るまでが旅です。さあ、残り今からですね、約100キロ。あとは家まで安全に帰る。これがこの旅の最大の目的。帰り道はただただ寂しい。ナイスサンセットです。最後のドライブは綺麗な夕焼けの中、安全運転で帰りたいと思います。柏、千葉県まで入りましたよ。あとちょっと、あとちょっと。最後の最後に洗車をして終える。それが私流でございます。お疲れちゃん、お疲れちゃん、お疲れちゃん。今回の走行距離、ディリーン、2555キロでした。よく頑張った俺。この度、しまい。最後まで見てくれてありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いします。でん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 。Dude, that father is 10 and permed!